温泉寺は、兵庫県神戸市北区有馬町にある大漠州の寺院。三号は、有馬山。本尊は、薬師如来。宗派は、元は、新言州であった。正式名は、有馬山温泉前でら。縁起によれば、人気元年、薬師如来に衰退しかかっていた有馬温泉を、復興するように言われた行期によって、有馬温泉郷の傍わら、 六甲三景八田ご山の中原に薬師如来を本尊として開かれたとされる。聖徳元年に有馬を襲った洪水によって温泉寺も壊滅するが、熊野権現のお告げによって有馬温泉を復興した人志正常人によって研究2年に再興される。また、温泉寺のもとに十二の僧帽、宿坊が設けられた。天正4年に火災で全山消失したが、 直ちに再建された。その後再び火災に遭い、天正18年に現在ある薬師堂が北満所によって再建された。しかし、明治時代初めの廃物希釈で、天正18年に豊臣秀吉が有馬大茶会を開催したとされる阿弥陀堂も含め、新御州温泉寺は廃寺とされ、薬師堂以外の道東はすべて取り壊されてしまった。その後、 廃寺となった、旧温泉寺の奥の院であった、大爆州清涼院が、寺席を継いで、現代に至っている。郵便番号651-1401兵庫県、神戸市北区有馬町1643。ありがとうございます。